スネジンカと行くディストビアの旅第3話始まります。30日目、北部ルートを選ぶところからスタートです。北部都市は現在精鋭部隊が防衛に当たっており、その中に姉マルフーシャもいるとのこと。とはいえブルーピーコックは零細企業、軍の精鋭と同じ激戦区の担当にはならない。当然30日の新人では現地入りできないので、勤続5年のベテランと詐称。嫌だね。代わりに北部ルートではダチカさんを部隊に加入させることが可能です。東部では列車の修理費を10日ごとに支払いでしたが、こちらも10日ごとに 50% 以上削られるという支払い要求。では戦闘開始。3円。北部ルートは3社の下請けを通るため、なんと何日かかっても3円固定給。上級実行円ステニアップに4円使うのであっという間に赤字不可避。唯一稼げるチャンスは5日ごとにやってくる昇夜の日。ここで門を削られずに敵を倒すとボーナスがもらえます。なので30日までに基礎ステをかっちりと上げ、上級武器は消耗ギリギリまで使い倒して戦力をキープしましょう。マイゴールマイゴール。60日目、どえらいボコボコにされても死にそうなんですけど、60日目のボスが登場。次元式の爆弾を投げつけてくるやらしいやつ。こちらは武器ガチャに失敗し、通常のショットガンで応戦。さすがに耐えきれなかった。体力が0になるとお金をもらって、そのステージの最初から再チャレンジ。今回はチャレンジカードを引き、連射力が1ステージ限りで2倍に。これなら通常ショットガンといえども余裕で撃退できることでしょう。まずは火炙りにして体力を激減して、あとはとんでもない連射速度になったショットガンで余裕の対処。そんなバズスを食らうかってんだ。オラオラ、弾薬無視の超連射と消し飛びな。成し遂げたぜ。ボスを倒して61日目でイベント発生。都市内部に敵戦力が潜り込み、補給物資置き場を攻撃している。正規軍は敵主力との交戦で手一杯、民間軍事企業で戦力を出して対処しろとのお達しにしても、側面も正面ももちろん裏側だって破られた痕跡はない。一体どこから敵部隊は侵入したのか疑問を呈するスネジンカですが、今はそれどころではない。物資が全て破壊されれば正規軍は戦闘を続行できず、北部都市を放棄せざるを得ない状況に追い込まれる。そうなっては姉との再会もままならない。スネジンカは現場の重機やコンテナを防壁に利用。ダチカさんは親会社のコンテナを防壁に使い、破壊されたら中身をちょろまかそうと提案。というわけでコンテナを積み上げ防衛開始。壊されるたびに物資がもらえますが、全て破壊されると防衛対象が丸裸になってしまいます。60日目のボス以降はそんなに苦労しないので、物資回収より生存を優先して立ち回るといいでしょう。90日目、コンテナ編のボス登場。なんか浮かんでますね。こちらの武器は低距離で爆発するランチャー。相手は古希を飛ばす浮遊型。古希が生きていると無敵バリアを展開するので真っ先に潰して対処。相手のメイン攻撃はまたまた爆弾散布、一撃系の装備がなくてよかったと思うわけ。グレネードの爆発に雑魚を巻き込みつつ、着実に本体にダメージを与え、壊したぜ。北部都市に潜り込んだ機械兵の掃除を完了。依然として都市外部には敵部隊がいるので、ダチカさんたちは改めて側面防壁の防衛。スネジンカは野暮用があるので先に行ってほしいとダチカさんを送り出します。スナイパー兵リシチカも一緒に移動。ごたごたで後回しにされてしまったが、結局機械兵はどこから侵入したのか。空は対空砲が守っているし、巨大な機械兵では下水を通り抜けられない。スネジンカが着目したのは攻撃目標にされなかった白いコンテナ。まさか。なんてこった。案の定コンテナの中身は機械兵。そう、東部ルート同様、裏切り者たちが内通し都市内部に招き入れていたのだ。後ろを振り向くと謎の部隊に囲まれている。部隊を指揮しているのはブルーピーコックの親会社の社長。つまり国の大企業のトップが国を見捨てて連合国に身売りしていたというわけだ。社長は隣国と密通し、北部都市を落とすため内部工作に加担。防衛中の精鋭部隊が敵を倒すため
北部都市を離れた隙に軍司令部を制圧する。その第一波が各地の物資置き場の破壊工作。なぜ自国が大変な時そんな馬鹿げたことをと糾弾するスネ人か。こちらのルートでも反乱の目的は早期終戦、現政府を倒し新政府として隣国と和平を結び自分の企業をどうにか守りたいわけだ。勧誘されるも即断るスネ人か。ですが丸風車が政府に殺される。社長のその言葉に反応してしまう。今丸風車は北部都市の最前線に参加しており、その活躍は連日国民に知らされている。しかしそれは体を酷使する新兵器と自殺に近い捨て身の戦い方で得た戦果。このまま前線に出続ければやがては限界を迎え死は避けられない。英雄であり貴重な戦力である丸風車は戦争が終わらない限り戦地から戻ってくることはない。だからこそ現政府を倒し早期終戦すべきなのだとまくし立てる。こちらのルートではスネ人化を籠絡する還元であると言ってくれる同僚がいない。姉が死んでしまう。その事実がスネ人化の判断力を奪ってしまい、保証もない社長の言葉にスルスルと飲み込まれていってしまいます。姉を助けるか裏切り者を討ち国から意味のない栄誉を称えられるか、スネ人化の決断は。それが姉を助ける唯一の道だと信じ、反乱軍に加担してしまうのでした。せめてダチカさんには一言言っておきたい。その言葉に社長から衝撃の事実。ブルーピーコックは来るべき革命の時、同志になり得る反政府思想の強い者だけを雇用している。つまりダチカさんも、もともと反政府思想、革命側だったのか。北部都市に革命軍がいる。その情報を聞きつけた溶鉄部隊が戦地から戻ってきている。自国の兵を撃つことを嫌うスネ人化に社長はゴム弾をプレゼント。もし丸風車と戦闘になったら保護してくれればこちらでかくまうことができる。だが今の丸風車がそうやすやすと投降するはずがない。この銃を使いなさい。至近距離で絶対に外さないように撃ちなさい。詳細は説明できないと言い出す社長。あ、怪しすぎるだろ。しかし事前にゴム弾を渡されたスネ人化はきっとこれも必殺勝負器なのだと信じ受け取るのでした。91日目、これまでとは立場が逆転。機械兵が味方となり自国の正規兵を相手に戦うことに。まあこっちは民間軍事企業だったので正規兵と共同で戦ったことないんですけど、なんと革命軍からの支給は毎日40円、およい3円だの5円だので戦ってたのは何なんだよ。しかも支給装備の拡大機械兵がボスを呼び出して一緒に戦えちまう。敵も最前線で戦う正規兵のだけあり非常に強固な守りをしています。正面で殴り合うとじわじわ削られるので機械兵を立て替わりにして戦うためでしょう。粉砕したぜ。ついにやってきた100日目、そろそろ撤退しようと考えていたスネ人化の前に溶鉄部隊のエース英雄丸風車が登場。姉妹として近寄ろうとしたスネ人化でしたが、丸風車は戦場の兵士として多様。妹が苦労しなくてもいいようにあらゆるコネを使って軍を遠ざけていた。だがそれがあだとなりスネ人化は民間軍事企業に入り、耳障りのいい言葉に惑わされ、二人は敵対関係で再会してしまった。革命など成功するはずがない。処刑されたくなければ戻ってこいという丸風車。対するスネ人化は諦められず、丸風車を無力化するため銃を取る。ボス戦争の終わり、丸風車、念願の再会がこんな形になるなんて救いはないんですか。丸風車は空中殺到を得意とし、上空を縦横無尽に駆け回りながら攻撃。時折地上に降りてきてトラップを設置したり、武器の種類を変えてみたり、歴戦の戦士としての技をフル活用してきます。しかし体が限界に近いため一定時間ごとに休憩が必要。休憩時間に猛武器をぶつけ空中では頑張って絵にする。これが基本の戦い方になることでしょう。
遂げたぜ。英雄マルフーシャを下したスネジンカ、強くなったと妹を褒めるものの、スネジンカは姉が弱っているだけだと反論。戦闘中に休憩が必要な発作、使えなくなってしまった左手、新兵器の後遺症で視力を失った青い右目、もし万全の状態ならとてもかなう相手ではなかった。そんな状況に追い込んだ軍や政府などかばう必要はないと説得。マルフーシャもそんなことは分かっている。だがここで戦うのをやめたら仲間たちに顔向けできない。国のお偉いさんが贅沢するためだけの無駄な犠牲、そんなことは認められないと激高。命を失った仲間たちの戦いは有益なものだった。それを示すためには戦争に勝利するしかない。脅迫観念にとらわれたマルフーシャはもはや生きる怨念のような存在になっていた。一体どれほど壮絶な戦闘を経験してきたのか、姉の言葉を軽々しく否定することはできない。この場で説得することができないのなら無理やりにでも連れて帰る。そうして社長から託された銃を取り出すスネジンカ。社長から渡された銃から発射されたのは案の定実弾でした。革命の邪魔となるマルフーシャを確実に仕留める、絶好の機会を逃さない反乱軍の鏡にして人間のクズ。ダチカさんが撤収のためやってきた時には狂乱状態のスネジンカが頭を抱えて叫び続けていました。溶鉄部隊との接触を回避するためスネジンカを引きずって撤収。マルフーシャはギリギリ即死せず、意識不明のまま溶鉄部隊が回収。しかし妹に撃たれる瞬間を反政府軍の機械兵が撮影していた。絶対的英雄像が崩れ去る瞬間でした。ダチカさんはスネジンカを連れ革命軍に合流。しかしスネジンカは現実を受け入れられず、自分の過ちから目を背けるように塞ぎ込んでいる。社長はまるでスネジンカ自身が自らの意思でアンネを撃ったかのように説明。なんたる欺瞞。ダチカさんはうすうす感づいていました。革命軍が甘い言葉でスネジンカを惑わし、実弾銃を非殺傷であると嘘をつき、スネジンカに渡したのではないか、と。しかし確たる証拠もない。社長はまるで人事のように不幸な話だとする。今さら国に戻れる身でもない。妙な勘繰りはしない方がいいと釘刺し、国民を使い潰す政府に嫌気がさして革命に身を投じたが、同じ穴のムジナだったことに気づき悪態をつく。守るべき後輩を守れず、どこで間違えたのか自問自答するのでした。革命軍はマルフーシャが撃たれる瞬間の映像を使い、政府を打ち倒すプロパガンダを開始。国を正すため家族であっても容赦しない。彼女こそが真の愛国者。すなわち救国のスネジンカである。ひどいタイトル回収すぎる。ちなみに本編はこれで終了。全く救いがない。泣く泣くない。果たして次回作はあるのか。あったとして物語は終わるのか。といったところで救国のスネジンカねっとりプレイは終了です。短期間のご視聴ありがとうございました。